いやいや、表記間違っとるやん。これ、早く宗像大使に知らせたげな。いやいや、こんな重大なところでそんな凡密みたいなことあるかいな。結論から言うと、別に古事記を軸にしているわけやないです。ということです。え、何その開き直りみたいな結論。ちゃうちゃうちゃう、そういうことやないがな。古事記を読まれた方が宗像三者のご祭神に、ん？って気づいて、これ違うやんけ的な感じになったりするんでしょう。古事記が完成したのは712年、古事記伝が世に出たのは1798年なんで、1000年、もう10世紀以上を眠ってたというか、日の目を見なかったっていうことに、なりますわな。いや眠りすぎや。こままろでございます。はいどうも。すいません、宗像三女神の話の中で疑問投げかけておいてですね、回収してない話ありました。なんかあったっけ。はい、あったんですよ。時間が経ちすぎて本当申し訳ないんですけど、宗像三女神が誕生した古事記に書かれてるシーン思い出していただきたいんですが、こんな記述があったと思います。たきり姫の御事は宗像の奥津宮にます。次に一木島姫の御事は宗像の中津宮にます。次に田口姫の御事は宗像のへつ宮にます。まあ、ますっていうのはご鎮座なされる、神様がそこに静まりとどまることを意味していますので、つまりは三女神が鎮座なさっているところはこういう位置関係であると、まあそういうことが書かれてます。ああ、はいはい、あったね。ああ、それがどうかした。現在ですね、宗像大社のホームページ、こちらの表記がどうなっているのかと言いますと、沖津宮、古事記でいう奥津宮ですね。こちらは田子姫の神。中津宮、古事記でいう中津宮です。こちらは田口姫の神。へつ宮、古事記でいうへつ宮ですね。こちらは一木島姫の神が鎮座なさっていると。まあ、こう表記されています。沖津宮の田子姫の神は古事記でいうたきり姫の御事のことですので、これ一致してます。あ、なるほど、はいはい。しかしながら中津宮とへつ宮ですね、宗像大社ホームページでは中津宮は田口姫の神、古事記表記ではこちらになります。あれ、古事記とちゃうやん。そうなんです。必然的にへつ宮に関しても宗像大社ホームページでは一木島姫の神となってまして、ここも違うということになるんですよ。いやいや、表記間違っとるやん。これ早く宗像大使に知らせたげな。いやいや、こんな重大なところでそんな凡密みたいなことあるかいな。せやからえらいこっちゃやなと。いや、ちゃいますが、宗像大使さんの表記は別に間違っているわけはないんです。どういうこと。まあそういうリアクションになるわね。特に古事記をよくご存知の方からしますと、記述とちゃうやんけっていう反応になりますね。はい、反応してしまいました。ということで、この件に関してお調べしましたのでご説明します。はい、よろしく。まず結論から言うと、別に古事記を軸にしているわけやないですということです。え、何その開き直りみたいな結論。ちゃうちゃうちゃう、そういうことやないがな。でもまあちょっと語弊があったかもしれないですね。おお、どういうこと。もうちょっと詳しく言うと、古事記だけを参考にして祀られている神様を定めているわけではないってことです。ああ、じゃあ古事記じゃなくて日本書紀とか。はい、まあそれも含まれておりまして、日本書紀も含めたあらゆる書物をもとにこの三社にて現在祀られている神様を断定していると、まあそういうことなんです。あらゆるってどんなよ。宗像大社の神主さんや学芸員さんにお聞きしたところによりますと、日本書紀本文や、門徳実録、日本三大実録、まあ、これらは立国史と言われている歴史書ですね。それに加えて宗像大菩薩御演義、昌平年中行事というですね、宗像大社で伝わる古記録、これらを踏まえての判断となっているそうです。あ、日本書紀以外はさっぱりや。いや、まあ日本書紀もようわからんけど。どないやねん。まあでも世間一般ではそんなもんですよね。古事記のことはなんとなく知ってるけど、他の歴史書はあんまりっていう、こと現在ではですね、神話の話から含めて古事記が注目されやすいというか、まあ物語風に書かれているということもあって、漫画とかで分かりやすくしている本もありますし、一般の方々が触れやすい歴史書になってますからね。本屋さんで古事記に関する本は結構あるわな。なんで、古事記を読まれた方が宗像三社のご祭神に、ん？って気づいて、これ違うやんけ的な感じになったりするんでしょう。日本書紀以外の立国史やら、それこそ宗像大社に伝わる書物なんて目に触れることそうそうないですからね。
はい、全然わかりません。というかそもそも古事記自体もですね、前にも何かの動画で言いましたが、世間に注目されたのはですね、編纂されてからものすごく後になってからなんですよね。時代で言うと江戸時代後期、あの大塩平八郎の乱とかですね、まあ、そんな時の時代に元折宣長っていうですね、医者でありながら国学者、神道学者でもあるという方がおりまして、まあ、国学者っていうか、この方が国学っていう、日本とはどういう国なのか、日本文化や日本人の精神などを研究する学問、国学っていうのをですね、作り上げた方なんで、本当天才と言われてる方なんですけど、まあ、その研究をする中でこの古事記に着目して、古事記伝という、まあ、古事記を彼の考えをもとにですね、注釈した本なんですけど、これを世に出してから世間に注目されたらしいんです。古事記はメジャーデビューが遅かったと、まあまあそういう感じでいいですよ、はい。でさらに言いますと、元折宣長にはですね、門人っていう、まあ、門下生ですね、そんな人もたくさんいたもんですから、その門下生を通してさらに世の中に広まっていったんやないかと思います。なかなかすごい人おったよね。はい、なのでですね、古事記の内容と現在の神社やら歴史やらの見識が違うぞこれって、こうあーだこうだ言うようになったのは、いわゆるあの注目された時期、近年になってからのようなんですね。せや言うても日本最古なんやろ、古事記やのに。えらい関心遅かったんやな。せやね、古事記が完成したのは712年、古事記伝が世に出たのは1798年なんで、1000年、もう10世紀以上を眠ってたというか、日の目を見なかったっていうことになりますわな。いや眠りすぎや。まあ古事記ってのは日本最古の歴史書やと、まあ、正式には現存する日本最古の歴史書ですね、そう言われてますけども、正史っていう、まあ、国の正式な歴史書、これは日本書紀を含めた立国史であって、古事記はこれ正史として扱われてなかったんですよね。ですから当時は主に日本書紀を軸としてこの副読本として扱われてたようなんですよ、まあ、だからそんな研究対象でもなかったらしいんですね。なんやろ、おまけみたいな感じか。いやまあそこまで軽んじた感じやったかどうかは分からんけどね。宗像大社の沖継ぐ中継ぐへつぐはですね、最古の神社と言われているところですから、まあ、当然古事記が注目されてない時代を経てきてるわけですよね。ですからこの三社に祀られている神様に関して調べる際に古事記だけに着目、もしくは古事記を重視して導き出していたとは、まあ、なかなか思えないというのはこれ想像できますよね。ああそうか、なるほどね。実際宗像大社の神主さんがおっしゃるにはですね、江戸時代明治時代には記述の違いによる混乱が生じていたと聞いておりますので、これ古事記が注目され世に知れ渡った時ですよね。この時期と重なるわけなんですよ。ほほう、まあ、そういう混乱もあってか、改めてさまざまな書物を参考になさってですね、古事記に表記されている内容とは違うけれども、昭和32年に今の形が正式採用となったと、つまりは確定させたということだそうです。言うてもえらい最近やねそれ。いやまあ時間かかったんじゃないですかね、これ想像ですけど。神社の方も当社としても一貫してきたわけではないと聞いておりますから、古い神社なだけに時代によって解釈なり認識なりが違っていたんやろうと思いますし、長い歴史がありますから、もう白黒つけられないっていうところ、これを今ここで断定するなんていうのはめちゃ大変だったんじゃないですかね。まあ反対意見というか、それはおかしいみたいな意見もあった気がするしね。そうそうそう、たださっき紹介した書物の中で宗像大菩薩御縁起っていうのがあるんですけど、これが成立したのは鎌倉時代の末期、時代背景でいうと楠木正成とか足利尊氏がですね、鎌倉幕府を打つっていうあの時代ですね。その時代に成立した書物でして、この中に沖ノ島に田子姫の神、大島に田狐姫の神で、田島に五木島姫の神と記されてまして、これ現在宗像大社が定めている鎮座地と同じなんですよね。つまりは鎌倉時代末期では現在の認識と同じ考えのもとお祭りされていたのではないかと見られています。中世より前はどうやったかわからんけど、まあ、少なくともこの鎌倉末期以降はこの配置で祀られてきたやろうと、そういうことですかい。そうそう、そんな感じです。なんでね、古事記だけを見て神社の認識が間違っとるとか言わはるんやなしに、神社側も古事記と違う状況なのは百も承知で、その上でも現在の形を採用し祀っておられるんやと、こう思っていただければええんやないかと。
せやけど古事記で書かれてるのと違うっていうのはやっぱ違和感あるな。まあそういうのもごもっとやけども、これほぼ同じ時期と言っていいタイミングで作られた古事記と日本書紀、この2章ですら記述の内容はまあまあ違ってたりするし、作られる過程も全然違ってたりするし、だから記述と違うとかいう話は今回のこの話だけはないんですよ。いやまあそうは言っても、じゃあどれが正しいんやということになってくるんやないの。食いついてくんなあんたほんま。いや俺はそのこの画面の向こう側にいる方々の気持ちをやね、代弁してるんやない。まあ宗像大社もいろんな書物を元にして、その上で現在の形に定められてるわけですから、ここは私の思いではありますが、おそらくやけれども鎌倉時代以降はこのような形で祀られ、祭祀が執り行われ脈々と受け継がれてきまして、で今に至っているというわけですから、我々現代に生きる者としてはですね、それに準ずるというのがよろしいのではないかと、まあ、そう思います。あーなんかオブラートに包んだな。はい、ということでお後がよろしいよ。いやそんなことは言ってない。今回はこれにて。おーい。